はい、お疲れ様です。じゃあ今日は個人事業主の社会保険と健康保険の違いか、まああの、まあ、このシリーズ結構なんか人気で、まあ、俺もちょっといろいろすごい調べてるんですけど、やっぱ個人事業主って社会保険に入られんから社員になりたいとかさ、で今個人事業主でも結構なんかあれでしょう、ゼネコンの仕事って社会保険入らなきゃいけないからって今入らされてとるでしょう。うん、だからまあどっちが得か損かっていう話で今ちょっとやっていこうかなと思うんで、ぜひよろしくお願いします。じゃあまず目次からいこうか。まあ目次、まあこれちょっとさっと伝えると、コメント説明欄にあの目次がついとるんで、そこリンクするんで、ちょっと内容的にも面白いとこがあったらそれもリンク貼っとるんで、秒数でピュッて飛べますんで、ぜひこれも使ってください。でスマートフォンの場合はコメント欄からしかいけません。説明欄からいけないんで、コメント欄使ってください。じゃあまずいこうか。じゃあ1番社会保険に入れない人、2番扶養家族だったっけ、扶養家族の扱いで、3番が保険料の違いか。まあちょっとこれ実際のホームページも見ながらちょっと俺も調べてね、まあ、愛知県名古屋に関することちょっとやりますので、これちょっと実際の値段の違い見れると思います。じゃあまず社会保険からいこうか。社会保険に入れない人、だって俺も調べたらね、基本個人事業主以外は全員入れるっていうかさ、個人事業主以外、個人事業主だけ入れないんだわ。で社員は5人以上はもう強制って、まあ、よくあるよね、社会保険入ってない職人の会社ってあるけど、5人以上いたら社会保険は基本入れなきゃいけない、それはもう強制。社員が5人以上で、なんか特定業種かなんかで、なんか農業とかなんか資業とか、その飲食も入ったかな、なんかそんなようなものはなんかその除外とか、まあ、ちょっと特別ルールがあるんで、これはこうだああだっていうのもまあコメントに入れてくるのはいい。なんか攻撃的なやつやめて、なんかこういう風ですよみたいなこと言われるとちょっとへこむから、俺別にそんなこと言ってねえしみたいな感じになるから、あくまでも俺はもう経営者として、これなんで伝えたいかっていうと、俺個人事業主になったり経営者になったりして、なんちゅうかな、俺はこの自分の歩んできた道が楽しかったと思ってるから、うん、別にね今勤めてね、まあうちの社員も同じだけど、まあ、独立するのは独立しちゃいいと思うし、ただうちってまあ成長してるからちょっと違う話もあるんだけど、ずっとくすぶってんだったら、職人の世界って結構くすぶってる会社ってあるじゃん、まあそんでいいやみたいな。でなんかね、社長の奥さんに、まあこれ言うと湧くかもしれんけど、なんでこんなこいつの嫁に姉さん姉さんって言わなかったみたいなとこあるでしょ。もう今ないんから姉さんっていうのとか、俺は若い頃結構ね、職人的にこのババアに姉さん姉さんって言わなかったとか、鬱陶しい人とかあったらね、まあいろんなところで勤めたから、まあいい姉さんもおるよ。だから社長の奥さんは姉さんじゃん、基本は職人の世界は、うん、だけど尊敬できる人とは限らんわけでしょ、社長が好きになっただけだから、別に付き合ってるだけ、結婚しただけだからさ、うん、まあまあその話はいっか。どこ行った？あ、そうそうそう、社員は5人で、5人以下でももちろん任意で入ってあげる、入れることもできる、ただその親分さんは入れんよ。で今ゼネコン社会保険ないと入れんって言うけど、あれちゃうでしょ、個人事業主で社長はだって社会保険なんか入れんから。俺もそれちょっと調べて聞いたんだけど、きちっと書類さえ揃えば全然大丈夫だよって言っとったね。別に社会保険入ってないやつを現場に入れないって言ってんじゃないもんね、あれ。厚生年金入ってないから入れって言ってんじゃないって言ってもんね、あれ。年金とかああいうの入ってきちっと書類だけ揃えや親方も入れるけど、ただ上がめんどくさくてもう社会保険入れってやってるだけでしょ多分ね。だからそこら辺はちょっと勘違いしたからね、上の面倒くさいに付き合ってそのまま社会保険入った子たちもそれが単純にいいっていうのはまさに知識のなさだから、うん、ちゃんと知識に植えた上で僕は社会保険がいいですって言ってんだったらいいけど、コメントで入っとったんだわ、なんかそんな社会保険がどうなこうなとか言ってイチャモンつけてきやがってってやつがなんか入っとったの、まあ、消しちゃったけど、うん、はい。まあじゃあ特定業種、あ、まあこれも言ったね、うん、でまあそんなとこです。社会保険に対して基本入れないのは一人親方で、一人親方保険とかはあるでしょ、確実にあるし。で個人事業主は、まあ、建設の世界ではそういうのがちゃんとあるよね、保険も。だから個人事業で他の業種は俺ちょっと分かんないけど、まあいろいろ調べや、なんか制度はあるよね。はい、
扶養家族の扱い、うん、あの扶養家族の扱いっていうのはあの、まあ、ちょっとこれだけ違うなと思ったのは、社会保険は家族が全員無料になるのではないらしいね。無料になってんだけど、なんか計算方法があってなんからしいわ。ちょっと俺もそれちょっと詳しく分からんだけど、うん、まあそれちょっと、うん、まあ調べてもらった方がいいな。またこのそれちょっとしっかりやりたいけど、うん、今国民健康保険はあの扶養の概念がないっていうので、でまあ自分が国民健康保険だった場合は奥さんも入らなかったし子供も入らないかんよね。ただ金額的なことはどうかわからんでね、あとで最後だとその金額の話になるんですけど、だから、うん、まあ、別に入れない、入れるからメリットっていうわけじゃないよね。そういう計算式使っとるだけだもんね別にね、うん、だからそれはちょっと見た方がいいんじゃない、うん、ではいやろうか。最後か、保険料の違いですね。でまあ保険料の違いで言ったら、まず厚生年金じゃなくて、ごめんごめん、社会保険、社会保険は会社が半分出してくれるだね。で国民健康保険は扶養の概念が、あもうこれ言ったね。だってまあ国民健康保険は全員家族が入らなかんのですけど、だって会社がまあうちで言うと従業員が、まあ、社会保険入ってますと、入ってるってことはその家族も全部使える保険を、まあ、会社が負担、半分は負担してくれてるっていう感覚だよね。うん、なんでけ、まあ、それはもう、社会保険得なところもいっぱいあると思うんで、まあ、そこは選んでた方がいいかなと思います。で3番4番国民健康保険の金額と社会保険の金額なんですけど、これちょっと出たね、こうだね。これ国民健康保険のまず金額、これ年収でいやさ見えるかな、うん、400万だと見えるね。400万だと年30万円、29万3000円ね、で24,400円で、500万だと月々31,000円。まあだけどさ、俺前もこれ話したけど、個人事業主ってまあ高校ぐらいに持っていけるでしょ究極は。そうすると18,000円だとか、これ12,000円なんですよ月健康保険料ね。だって確定申告で100万にしたら5,000円、4,798円ね。うん、だからあ、また40歳以上ちょっと値段違うけど、うん、何、まあ難しいな、言葉が難しいじゃないけど、脱税じゃないんでね、節税してくださいとだけは言っとくわ。だってまあこれが まず健康保険料、これ国民健康保険ね。まあじゃあちょっと300万ぐらいで覚えとくわ。月々18,000円で、これ愛知県の健康保険の料金で、これちょっと厚生年金とかもついてるんですけど、まあここか、見えるかな、ちょっとこれちょっと本当に見づらいやつなんだけど、これがまあ給与額、左側に出てるでしょ、これ月額だよね。でこれまあ30万ぐらいのところに言うと、まあ、29から31は月々29,700円っていうふうに出とるんですよ。これで30万の人ね。だけど会社が半分負担してくれるもんで14,850円。だからまあ確かにそんな金額、払ってる金額が変わんないんだよね。ただ保険料が高いのはまあ会社で負担してくれてるから、うん、ただその家族のやつがこれで全部入ってるから、やっぱ得っちゃ得だよね。ただ社会保険のそのからくりは結局所得に来るでしょ。下手したらだって職人なんて50万ぐらいなんとこ、まあ50万って結構もらってるか、うん、まあ40ぐらいで計算しよっか。40は39万5千円から42万5千円の人4万円で、これ2万円なんですよ。で50万円だと4万9千円、これ会社負担も合わせてね。で個人は2万5千円で、
まあ微妙なラインついてくるけど、この制度もね、どっちが得かっていうのはちょっと断言できないけど、一つはさ、その何ちょっとあれだな、これか、そう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 、うん、この国民健康保険、社会保険ってあって、まあ、どっちが得っていうのはその断言はできないんですけど、一つはその1万5000円だったでしょ、確か200万300万で、ほんで100万以下だと5000円6000円だったでしょ、で多分そう100万だって5000円、これだって子供とかは多分月々5000円ぐらいなのかな、どうなんだろう、ちょっとそれ俺調べてないな。だって子供とかも健康保険には入んなきゃいけないと思うんだけど、でも何歳までは無料か、子供の治療はだったっけ。でまあ奥さんだよね、究極は。だから奥さんの所得はどういうふうになってくるか分かんないんですけど、そうなるとじゃあ健康保険って、社会保険社会保険、みんな社会保険入りたいって言ってくるけど、どうなんだろうって感じだよね。で多分社会保険に入りたいじゃなくて、厚生年金だよね。社会保険とセットにくっついてるのは厚生年金って年金があるんですよね。年金というのはだで、なんか国民年金だと安い、厚生年金だといいっていう判断があるじゃん。ただまあこれこの間喋った動画の中に年金の個人事業主の年金の話やったんですけど、下手したら俺も全然向こうの方が得じゃねえかって思うぐらいのメリット、税制メリットがあるんですよね。税金が引かれるっていうメリットがあるんで、まあどっちがどっちとはまああんまり俺が断定して言うと、まあその立場の人で変わってくるんで分かんないですけど、そこはきちっと勉強した方がいいかもしれない。単純に社会保険が入りたいって、うん、そんな時代じゃなくなってきとるよね、もう今はって。だって会社入ったら副業禁止とかごちゃごちゃ言われてさ、お前なんでそんなんだったらもっと仕事頑張れやボケとか怒られてさ、ね、やってるよりも、ね、ある程度自分に知恵つけてやった方がまあいいよね、うん、まあいいよねって言ったらあれですけど、まあちょっと難しい話だったんでちょっと伝わったのかどうか分かんないですけど、まあ経営者からの目線でちょっと言わさせていただきました。最後にね、チャンネル登録といいね、いいねすると何、まあ、リンクで飛べますし、まあ、チャンネル登録すると通知来ますんで、ぜひ本当にマジでお願いします。嬉しいから、ね、やっぱチャンネル登録来ると嬉しいもんね、うん、なんでぜひ登録してください。またねー。